皆さんこんにちは。クライミング歴22年女性初のプロクライマーの小川先生です。向き向き、はい。というわけでこのチャンネルでは、ワールドカップの解説をしたり、一般のクライマーのお客様からのオンラインレッスンの動画を公開してアドバイスをしております。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も60秒アドバイスにご依頼いただいたご依頼様の動画をご紹介して、後半ではアフタートークで補いきれなかった部分のアドバイスをしていきます。それでは見てみましょう。こんにちは、小川先生です。価値でギュッと握りしめて固める力が強く、壁の中にしっかりと入っていけています。またデッドポイントをしても体の軸のブレが非常に少なく、安定した綺麗な上りが多かったです。肩周りが硬い、出力が欲しい、親指が硬くワイドピンチが苦手、成長が遅い2段が上りたいということで、改善点は4つ。肩甲骨の動きが硬い場面の上りが見受けられました。肩からではなくて肩甲骨から取る意識をしましょう。そのためにストレッチポールでしっかりと肩甲骨から腕を回すウォーミングアップをしてからトライをしましょう。またこの課題に関しては、体をひねりながら勢いをつけて体の内側から取りに行く軌道を描いているので、出力が出しにくい体勢です。体をひねって内側軌道にするとたわみができにくいので、体を正面に持ってきてからたわみの勢いをつけ、外側の軌道を描くようにしてホールドを狙いましょう。また胸までしっかりともも上げすることで基礎的な脚力をつけましょう。また苦手なファットピンチを持つ時ほど手を下に下げて重りにすることなく、きちんと体の中心に向かって手を離しましょう。持てない時ほど他の部位の負荷を減らすことも大切です。また30センチ以上の大きめのゴムボールを使ってファットピンチのトレーニングも有効です。さらなるレベルアップのために登る前に15分のコアトレをしてからやりましょう。まずは1ヶ月続けて底上げをしてみてください。頑張ってみてください。はい、ここからはアフタートークの時間です。60秒アドバイスとは、キャメオというメッセージ動画サイトを通しまして、私がインスタグラムでご依頼主様を募集してオンラインレッスンを有料にて行っております。今回のご依頼主様もなかなかお悩みがかなり具体的で、しかも数も多くてですね、60秒にまとめるのを頑張りましたということで、ちょっとお悩みをおさらいしたいんですけれども、1、成長速度が遅くなってきてどこを改善してよいかわからなくなってきた。2、肩周りが硬く効率よく体が使えていない。3、出力がもっと出るようにしたい。4、外岩で2段が登れるようになりたい。5、親指が硬くワイドピンチスローパーが苦手といったお悩みで、なんと改善点が4つとなってしまいました。通常は2、3個かな、2つ3つっていうのが多いんですけれども、ちょっと細かく4つに分けてしまいました。ということで一つ一つちょっとだけ見ていきたいんですけれども、肩周りが硬いということで、なんかこれもうちょっと見ると肩甲骨が浮いてきてもいいのかなっていう感じなんですよね。肩から出してる感じで、肩甲骨から出してるっていう感じ、肩甲骨があまり動いてないような感じなんですね。なのでどこかの回でも言ったんですけれども、まずはこのストレッチポール、多分ジムさんとかにもあるところが多いと思うので、肩甲骨から腕を回してまず意識というかインプットというか、こういう動き方するよっていうのをしっかりとストレッチポールで肩甲骨から腕を動かすっていうのをやる。でまたほぐれますしね、肩甲骨周りが。なので、まあ、肩から登るというよりも、もう肩甲骨から登るっていう意識をまず植え込んで意識してやってみてください。まあ、もしかしてこのアフタートークとか60秒アドバイスをずっと見ていらっしゃる方は、また同じこと言ってるよと思われるかもしれないんですけれども、やっぱり逆に言うとそれだけ意識できてない方が多いという感じで思って、何回でも聞いてください。あ、またこの人肩甲骨言われてる、またこの人肩甲骨言われてるっていうのが、また今後も何人か出てくると思うんですけれども、まあ、逆にね、100人ぐらいちょっとオンラインレッスンが終わった後にランキングつけようかななんて私思ってるぐらいです。できてないことランキングみたいなね、そんな感じで、また同じこと言われたとしても、まあ、しっかりと、あ、同じなんだなと思って、同じこと言われてるなと思って聞いていただければなと思います。
で次のなんか出力が弱いっていうことなんですけれども、多分もうこのパワー的な要素、蹴りが弱かったりとか腕を引く力がまあ弱いということだと思うんですけれども、まずこの課題、小山の多分ミケ2段だと思うんですけれども、これがいわゆるサイファー的な動きなんですよね。右足に乗って蹴るのに左手を出すっていう逆足なんですよね。なので非常にね飛び出しづらいんですよ。でご依頼主様はちょっと体を内側に腰ひねるような感じで、肩も体の内側、なんて言ったらいいんですかね、外側じゃなくてお腹の方からこんな感じで手を出してるんですよね。これだとね、なんかどうしても飛距離が伸びにくいんですよ。こうなっちゃなりやすいんですけれども、体幹のパワーが使えないというか、もう右足の蹴りに頼るしかないみたいな感じになっちゃうんですよね。で、まあ、YouTube とかでもいろいろ登られている方の動画とか出てくると思うんですけれども、やっぱり腕がちゃんと引きやすい状態で背中を、腰をひねってなくて背中をまず正面にしといて、腕をちゃんと引けるたわみを作ってから、そこからひねるなりなんなりっていう感じになってるんですね。で外側から取りに行くわけですよ。こういう感じで外側軌道で取りに行くっていうのをちょっと意識してもらうとパワーが出しやすいのかなと思います。まあ人によっては左足をもうちょっと左側に置いて足を開き気味にして飛んでる方もいらっしゃったので、まあ、あの成功される方の YouTube とかも見てムーブをまず研究してみるっていうのも一つの手だなと思います。ただまあこれ以外のムーブでも、正面的なランジでもちょっと出力が自信がないということもあると思うので、まあ、基礎的な脚力をつけるためにこんな感じでもも上げのエクササイズを付け加えてやっていただくといいかなと思います。これね、またアラフィフの私のような指導者が言うと信憑性がないと思いますが、これ伊藤双葉ちゃんもやってますから、このウォーミングアップそうするとちょっと信憑性が湧くでしょ。ちゃんとねトップ選手もやってるトレーニングを私紹介してますからね。はい、ぜひぜひこのもも上げもね、あのお腹からちゃんと、足だけ膝だけじゃなくてお腹から上げるようにやってもらうと脚力が増して、出力、足の出力が増えると思うので、ぜひぜひやってみてください。でパッドピンチと、まあ、スローパーが苦手ということで、今回ちょっと失敗動画を送っていただいたのがファットピンチでしたので、ファットピンチでちょっとアドバイスをさせていただきました。まあ、親指が硬いっていうのは親指が開きにくいっていうことだと思うんですけども、まあ、苦手な時こそ他の手、あと足、カウンターバランスの足とかね、こういうところをおろそかにしていると余計負荷がかかりますから、意外と皆さんそこに気づいてないことが多いんですよ。苦手なところを強めればいい、強めればいいっていう思いが強くて、他のところのが負荷になってるっていうことに気づいてない方がすごく多くて、苦手なものこそ他の足や手などで余計に負荷をつけないっていうことも非常に大事だと思うんですよね。なので今片手を離して片手が重りになってしまっているような場面もあったので、まあ、しっかりと他の手足も持ってる、苦手なところ持ってるところばっかりじゃなくて、違うところ、足もカウンターバランスの足も手も他の手も意識してもらう、これが大事だと思いますので、まずそこをやってみてください。でまあその上でさらなるピンチ力をアップさせるために、まあいろいろ他にもピンチトレご紹介してきましたが、まあ、親指が硬いということでいきなりグギーって開けるような、親指と人差し指開けるようなピンチ力トレというよりも、まあ、ゴムボールだとたわみもあっていろいろ調整が効くので、ゴムボールを使って持ち上げてみるみたいなね、これを意外と難しいですよ。30センチ以上になるとつるんつるん滑って
なかなか持ち上がらないですから、特にパンパンにあの空気の入ったボールだと。それでなんとか親指を使って親指と手のひらを使って持ち上げてみるっていうのもやってみると、だいぶ手のひらの筋肉が刺激されてトレーニングになってくると思います。まあ、最後に、まあ、成長が遅くて2段がなんとかそれでも登りたいっていうことで、まず基本的なベースを上げるっていうのも大事かなと思います。そこをやってないで登るだけがトレーニングってなってる人は、なかなか成長のスピードが行き止まって停滞してるっていう人が非常に多いです。で、こういったエクササイズをやってから登るっていうのをやってみてください。登ることをトレーニングしてからやるっていうよりも、登る前にまずコアトレのエクササイズをして登ってみる。そうすると初めめちゃくちゃグレード下がります。疲れて登れないから。で、それで1ヶ月ぐらいへこんでるんです、ずっと全然グレードが上がらないって。でも1ヶ月過ぎると今度はコアトレがなんか30分ぐらい1ターンにかかっていたものがもう15分ぐらいで1ターン終わってしまって、で、それで登ると1ヶ月前と同じグレードが登れるようになってるってことは、ベースが上がってるっていうことになりますよね。そこら辺1ヶ月過ぎたあたりから皆さんね、スクールでもだいぶあ違うっていう感じをされる方が多いので、最初の1ヶ月はコアトレをやってから登るとレベルがグレードが落ちてへこみますし、時間ももったいないと思って、やっぱりやめたっつってやらない方が多いんですけど、ぜひね1ヶ月ぐらいはちょっと続けてやってみてほしいなと思います。そうするとね、だいぶあの体の軸とか芯とかが強くなってきて、一つ皮が剥けると思いますので、やってみてください。そうすると他にも失敗動画をお送りしていただいたんですけれども、こういった場面もね、しっかりと体幹でグッと抑え込めて足ぶらにも耐えられる、もしくはちゃんとね足を最後までギュッと残しておける力ができると思いますので、やってみてください。それではまた。小川先生からのズバッと60秒アドバイス。オンラインレッスンをしてます。 YouTube に公開できる方も大募集。 LINE スタンプも好評発売中。ボルダリングギャグが満載です。インスタもフォローしてね。 YouTube 未公開のイラストで学べるボルダリング漫画連載中です。